ってまいりました。スマップグループ、オーパストチャンネル、いきましょう。イェイイェイ、今週も始まりましたー。ギリギリ間に合いました。超ギリギリじゃん、今の。しかも、すげえドアップじゃない、なんか。ね。こんなもんじゃないもん。そうか。手かつるな。いや、そんな中で、今ね、武蔵さんが遅刻してます。そう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 。いや、でも今日すごい忙しいんですよ。まあ、そういう話もしたいんですけども。その前に、まずは、まずはね、タイトルコールからいきましょう。いきましょう。クラブオーパスト。オーバンサーズサーティーさこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやいやいやね、じゃあ今の CM 見てくれましたか。皆さん、バノンさんとうちのピカルン代表が出たの見てくれました。すごい楽しそうでしたね。あれね、あれ何、撮影秘話ちょっと教えてくださいよ。あれだよ、あれ、あの、なんかの帰りだよね。あ、そうだ、なんだっけ、ヒカルがさ、うん、めっちゃ金髪にしたやつだよ。あ、そうだそうだ、ダンスの日かな、周年、あの、年間表彰式かな、うん、びっくりしたぐらいで撮ったやつかな。そうそうそう、それが、うん、俺、ぶっちゃけちょっと忘れてたの、うんうんうん、いつ流れるんだと思って今ね、だからびっくりしたね。そう、びっくりした。こっち笑ってる最中に、あははみたいな感じだったよね。いや、でもそんな中で、ですね、皆さんお待ちかねの宮本武蔵がちょっと遅刻してるんですけども、見ての通り、もうちょいです、見ての通り、今日はおじさん会です。いやいや、そしてですね、ヒサロじゃないからね、俺。誰ヒサロとか言ってるの。これジグロです。なるせ声でかいなって、それが取り柄だから。そう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 、あるよ、そうだよ。まあ、そんな中でね、あるいや、早い早い、あ、そうだ、まだ武蔵さん来てからね。そうそうそう、とりあえずね、まあ、なんといっても、お、今日はですね、何、今日16日、そして17日にかけて2日間、お、なんとなんとクラブオーバスト3周年です。おめでとう、ありがとう、ありがとう。まだ言ってないよ。そうなんです。なので今日みんな、清掃で、そう、バッチリね。かわいいのこれね。これ言ったでしょ、かわいいでしょ。俺ネクタイつけることめったにないんですよ。なんですけど、ね、今日はね、やっぱりつけないといけないんで。ちゃんとしました。珍しいもんね。ね、珍しいっすよ、ね、いつもなんかこんぐらいの V ネック着てる。いやいや、開きすぎでしょ。もうなんか乳首ぐらい見える。開きすぎでしょ、それ。そんなことないんですけど、今日はね、もう3周年なのでテンション高めでちょっと行きたいんですけど、はい、ちょっとあの人来ないからもう今日のワインもできないっていうね。そうね、そう、なんならもう、やる、逆に何せっちゅうワインでやる。俺、コメントできないよ。あこれはいけんじゃない。今日はね、お店の内装がもうすごいことになってまして、そう、なんて会社でしたっけ、あのドンベリオンの会社、モエヘネシー、モエヘネの、会社さん、あの、後でちゃんと言います。そう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 、それがですね、監修してくれまして、中が、Facebook とか、LINE で見た人もいると思うんですけど、もうね、ドンペリの一色です、今日は。そうです、ドンペリのパーティーみたいな感じだったもんね。そう、内装がなんかね、緑色で、入り口はピンクで、そう、すごいいい感じになってます。見せたいんだけどね、見せたいんだけど、これね、これ見えないよ、多分。なんかね、見れる人は、Facebook 繋がってる人とかね、見てもらったりするといいんですけど、僕の2日間あ、遅刻も来た、あ、来た、遅刻も来た、来たよ、やっと来た、やっと来た。いやね、そんな感じに内装がなってまして、あ、いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ、うちのプロデューサー宮本武蔵です。いやね、そんな中、内装もね、今回は内装、武蔵さんもう見ました？え、僕まだ見てないですね。あ、見てない、写真だけ、はい。もうすごい、綺麗な感じで、うん、やらせてもらってます、うん、で、ドンペリさんで監修してもらってやってるんで、ドンペリのをみんなに煽ってます。ここに言う。いや、そんな中で、じゃあ武蔵さんも来たところなので、皆さんで恒例のあれいきましょう。はいはい、ソムリエ宮本武蔵の今日のシャンパン、よいしょ。今日はなんといっても3周年ですから、いいですよ、どんなシャンパン出てくるんでしょうか。おめでたい日ですからね。よいしょ、
その内装を MHD さんで監修してもらってるということで、はい、今日はこちらダダン、みんな知ってる萌えシャンドそれドラえもんだったよ今やっぱりね、ドン MHD さんといえばね、ドンペリノだと思うんですけど、はい、やっぱり元祖はそうそうなんといっても萌えシャンド。こっちはね、結構皆さん飲んだことがある方が多いかもしれないですね。ドンペリノは普段あんまりね家とかじゃ飲まないですからね、さすがにね。これ多分有名になったのは、F1 からですよね。F1 のあの表彰式で、そう、あれをこういうの大きいやつ使ってて、それで多分一番有名だと思います。ポンといきますか。じゃあちょっと今日は音出しで、もう3周年おめでとうということで、いきます。よっよっしゃー。あ、いい感じ。あーってきた。いやね、言っても僕ら3周年ですから、今日は盛り上がっちゃうんじゃないんでしょうか。う、どうですか、3周年を迎えていや俺みんなが清掃してるの久々に見てる。あ、そうですよね。僕ネクタイなんてすごく珍しくないですか。珍しい、初めてぐらいですよ。だってもう、いやいや、初めてじゃないでしょ月1はしてたよ。そう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 、みんなバトラーですよ。僕らはもうバトラー世代ですよ。そうそう、まあ、やっぱり俺今日着替え入れて白髪染めしてきたから。嘘でしょ。嘘でしょ。そしたらね、遅刻しちゃった。おじいちゃんなことないでしょ。でそんな中ね、今日はですね、皆さんも知っての通り萌えシャンドを、一緒に僕らの3周年お祝いということで乾杯していただけると嬉しいです。それでは皆さん乾杯。乾杯。うんうんうん、大湯、大湯ね、萌えシャンド、ね、萌えシャンドです。乾杯です。こりえます。いや、ちょっとぬるいですからね、あの外から持ってきちゃったから ごめんなさい裏話しちゃうと。ごめんなさい。さあ、今日はどんな話をしますか。考えてないよね、考えたら。あ、その前にあれがあるでしょ。皆さんも、先週見てくれた人も、ご存知の通り、なんとなんと先月うちのグループ、ナンバーワンになりました。おバロンです。おありがとうございます。これ、急に振ってくるの、それ、すごいよね。すごいですよね。このエイブダイヤみたいなやつが、そう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 、はい、もうナンバーワンでバチッと蝶ネクタイ可愛いって。バロン、バロン儲かってんなって。友達かお前は。そうそう、グループでね、バロタンが1位になりまして。そうなんですよ。2位がね、リョーマ。そうね、そう、オーバスからね、1位2位出てね。オーバスから1位2位出てすごかったっすね。そう、うん、いや、びっくりしましたね、ほんとに。ねえねえ、いい4月だったんじゃないですか。うん、うん、そうですね、すごい楽しかった。うん、バロンみんなでジョジョ園行こうぜって。おー誰やねん。いいねいいね、ジャン負けしますから多分。行くの行きます。え、連れてくのが連れてくけど、ジャン負けね、ジャン負けね。うちはよくさ、なんかさ、打ち上げでさ、男じゃんけんやってる。やるね。だいたいさ、毎回俺でしょ。どっちかじゃん。そうだね、毎回どっちかだね。ぜ、いつもほら、確かに確かに確かに。今週大体お金持ってる人が払わないのおかしいと思う。あんま負けたことないんだよ。そう、うん、なんかやっぱ普段の行いかな。乾杯。イエーイ。今日ちょっとテンション上げすぎてもう時間持つか分かんないわ俺。あれもなんか後半までにベロベロになる気がする。うん、そんな中でね、まあ、言ってもですよ、もう3年目になりまして、うん、やっぱり一番長いじゃないですか、お二人は。はいはい、そうですね。うん、じゃあちょっとなんか感想3年目迎えるにあたって、いや、4年目迎えたいにあたって、迎えたいにあたって、うん、いやしんどかったわその一言につきますか。いやもう、あ、そうね、はいはい、なんかやっぱりいい記憶より悪い記憶の方が多いんでしょうね。いや嬉しいんですけど、3年なんかよく やれたなっていう感覚の方が強いですね。はい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 、一番最初死ぬかと思ったもんね。そうですね、てか死にましたね、2回ぐらい。うん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 、本当に。でも先月そのバルダンが頑張ってくれて、で龍馬が頑張ってくれて、そういう結果をやっぱ見ると、あ、やってよかったなってやっぱ思います。あ、はいはいはい、うん、最終的には、うん、結果オーライじゃないですけど、はい、吹き飛びますね、疲れとかがね。いいいいお言葉ですね。はい、うん、いや本当にやっててよかったと思う。俺鼻声じゃない、ちょっと。いやちょっと鼻声ですね。どうした、ね、いや遅刻したからかなそのちょっと花粉症出ちゃってるみたいな感じになってます。花粉症終わってるでしょ、喉がね。確かにね、荒れてんだよ。いや、バルタンどうですか、3周年迎えて。3周年、うん、で本当にまあその
武蔵たちが一番最初にスタートして僕途中から参加したんですけど、うん、本当にすごく、はいはい、一番オープニングメンバーだってもう残ってないじゃないですか。だってそうね、そう楓楓、うん、忘れてた、楓がね、ちょっとまあ楓も残ってるよ。でも本当にすごくメンバーが入れ替わったんですよ、本当に3年間の中で、うん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 、で本当に今一番落ち着いてるんじゃない、あの、うん、他でもいて、うん、そのおじさんたちもいてさ、そのすごくバランスが、うん、バランスがいいやつね、はい、うんうん、そのままね、3周年迎えたのは良かったと思います。良かったと思います。バルタン、なんかなんでバロンって言うのってすごい来てるよ。外人だからです、僕は。僕、タイ人なんで、うん。そう、バルタンはね、こうね、外人なんです。え、外人だったの？いや、今、10年ぐらいの付き合いあるでしょ、ここ。僕、外人なんで。そうなんですよ。だから、もうね。で、なんかあの、みんなによく呼ばれたのバロンだったんで、それで、そのまま使いました。よく呼ばれたのバロンだったって全然よかった、あだ名が、あだ名が、あだ名はバロンだったの、あのさ、なんとかネームとかじゃなくてミドルネームみたいな、あめ、なんていうのそれ、タイって、あ、なんていうの、なんかないの、友達ホーム知らないの、あ、そうなんだ、そう、でも俺の宮本ミッシェルミサシみたいな感じのミッシェルってこと、いや、もうミシ、バンダが入ってないの、バンダが入ったらもっと簡単だったけど、うん、なんでミッシェル拾う？いや今のすごくない？ミッシェル拾うって。いやでもそれ仕方したらよかったよ。よかった。すごいよかった。すごいよ。それでナンバーワン、もうそのまま行ってよ、ちゃんと。もう勇気出して、勇気出して。勇気出してってもう分かんないよなって。チャックする。いや超面白い。ちょっとちゃんとしよう、ちゃんとしよう。いやそんな中でね、僕らも3周年迎えさせていただいて、これからもね、全速で走っていきたいと思うんですが、一応ね、16日、17日、今日、明日にかけて、うん、周年をやらせていただくんですけども、はいはい、ちょっと初回の方がね、入れない感じになってるんですけども、前回話した通り、ニコ生を見たと言ってくれればちょっと時間制ではあるんですけども、入れさせていただきたいと思うので、いい、ぜひぜひ、お電話の方、はい、ちょっと遅い時間は厳しいと思うんですけど、そうですね、早めなら、特に今とかなら、もう、今がいいです。どん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 、いっちゃってください、はい、で、そんな中でね、はい、僕ら周年終わりましたら、18、19、20、21日と、ちょっとお休みもらって、沖縄の方にね、旅行に行かせてもらうので、ちょっとお店がお休みになってしまうので、そこだけご了承ください、ありがとうございます。もう帰ってきたらすぐお土産営業します。営業はイベント何日から、 20? 営業は22日からになります。はい、これ初回の方ももし沖縄のお土産欲しいって、ああもう言われたら、確かに、どうしましょうね。いや一応なんか今日僕言われたんですけど、ですね、 3周年目にあたって、ですね、このノベルティをちょっと作らせてもらったんですけども、今回、この周年に指名で来ていただいた方には、はい、お、何？なんと、何？これをもらいます。じゃじゃん、オーバスとお皿。お皿かわいいこれ。これどう？これよくね？オーバスとって書いてあるね、お皿なんですけど、うん、ちょっと光の反射がね、見えづらいかちょっと見えづらいか。何？お皿と中取れる。中取れず。いやでもですね、これ、あ、かっこいいってすごい言ってくれてる。これですね、なんと、うん、周年に来てくれた方はまずもらえるんですけども、はい、指名で来ていただいた方はもらえるんですけども、沖縄明けの、22日、23日、24日の先着2組。まあ、何人でも結構大丈夫らしいんですけど、うん、2組の方になんと欲しい人はもらえるらしいです。早物勝ちですね。はい、ニコ生を見て来たと、入り口で言ってもらえれば、お皿欲しいって言えば2組までもらえるらしいので、ぜひぜひ、いい、皆さん、もらいに来てください。これ何に使うと一番いいですか？カレーですかね。カレーだとオーバス見えなくなっちゃうんで。あ、そうか。生春巻きですからね。ごめん、こんなんだから食べねえよ。じゃあそんな中でまずは一旦 CM に行かせてもらいます。 CM です。 The largest program on YouTube in history Which is it? オーバスト。
計画に乗るか不可能だろ。楽勝だろ。限りありますね。その通り。揃った。ムサさんからちょっと話したいあれがあるんじゃないですか。いや違うです、いや最近ね、はい、よくテレビ番組で、はいはい、デトックスウォーターっていうのをやってるんですよ。はいはいはい、してますかリスナーさん。デトックスウォーター、うんうん、まあなんかね、普通のこうボトルなのに、うん、まずキュウリをピーラーで縦に薄く、はい、スライスして入れて、うん、まあ僕の場合はイチゴカットして、夏みかんかなカットして、はいはい、たまに新生姜入れたりとかするんですけど、うん、全部こうスライスしたやつを入れるわけですよ、うん、でこうミネラルウォーター入れて、はい、まあ半日ぐらい冷蔵庫で冷やしておいて飲むんですよ。そのままなんかエキスを出すやつですね。エキス出して、はい、それがそこの体内の毒素をにすごい効くらしくて、うんうんうん、すごい流行ってるらしいですよ今芸能界で。そう今なんかブームらしいですね。ブーム、外人のセレブの方とか。あ、そうですそうです。なんかすごい僕見たのはちょっと森泉さんが、あ、はいはいはい、番組で紹介してて、はいはい、なんじゃそれと思ってやってみたんですけど、はい、まあまあまだ3日目ぐらいなんで、一応なんかお水なんだけどフルーツの味がしたりしましましまそう。ちょっと青臭いんでキュウリもあるんで、あ、まあ、好きな人は蜂蜜入れたりするらしいんですけど、はいはいはい、僕はそのまま入ってますね。それは朝晩の2回、うーん、デトックスウォーター。そうです。なんかまた最近料理に凝り出しちゃって、そういうのやったりとか。うまいもんね。今日もちょうどアマゾンから新しいフライパンが届いてもうちょっとなんかご飯屋出そうとしてますよ。めっちゃうまいですよ。いや確かに確かに、ちょっと大きいフライパン買ったんですよね。まあね、そんな中でデラックスウォーター、いや、デトックスじゃない、デラックスウォーターってすごいいいやつだ。外人だわあのさ、キュウリは食べるの、あなたは。いや、飲みよってまだ入ってるじゃないですか、うん、そこに僕はもう一回水入れるんですよ。あ、いいんだ。2回使って、うんうん、終わって、全部捨てちゃいます。あー、あーはいはいはい。あ、2回ぐらいいけんだろうと思って。まあ、確かにね、いけそうな気がする。いけそう。テフロン加工、あいつらの生命力やばそうっすからね。テフロン加工って面白い。そうです。だから女性はね、ぜひねやってもらいたいなと思います、ね。はいはいはい。デトックスウォーター。簡単なんで。デトックスウォーター。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何のよろしくか分かんないけど。そんな中でね、あ、ムサさん、はい、マサさんのあそう話とか。先週の放送でもやしまったんです。僕誕生日だったんですよ、はい、10日に。はい、で別に告知もせず、うん、まあ、お店もイベントじゃなく営業したんですけど、はいはい、クラブ直樹の代表の銀さんと、うん、マサッチが。多分サプライズだと思うんですけど、そうですよね、うん、プレゼントもくれて。何もらったんですか。ネクタイ、マサッチがネクタイくれました。カモフラの。もうなんかその二人でプレゼント交換してたらもうただのゲイみたいな。いやもうね、ここまで来たんでもうゲイでいいかなって。ゲイで言わよくはない。よくはないから。マサ君もかなりのバトラーですからね。いやもう、あ、今度なんかその、うん、28日かな、はいはい、行っていいですかね。この、多分あれですよね、今週で。ちょっとそうですよね、28日に関わることがあるんですね。1時からですよね、うんうん、1時から4時までの3時間かなんかに、へぇ、直樹さんが MC でバトラー対ネオホストみたいな感じで、はい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 、ワイプラスに出てる何人かの人たちが集まって、うんうん、何をするんだろう、討論会するのかな。そう、それにマサ君も出る。へぇ、28、はい、で僕とあとアビッツの方から A がネオホスト側で出るんで、まあ、ぜひぜひ、お昼なんですけどね、機会があったらご覧ください。すごいね、3時間って。すごいっすね、3時間も。
3時間持つかな。いっぱいでしょ。いや言ってもいっぱいですよ。やっぱり直樹さんがメインでやるんで、直樹さんがバッてやってくれると思うんで、僕はもう、うん、こうやっていやいやいや一視聴者俺も見て出てる人出てる人コメントしてる。まあね、うん、そうなんかあるので、こうやっとね一緒にコラボできるという実現できますね。そうですね、うん、嬉しいことですね。嬉しいことですよね。まあそうですよね、周年もあり武蔵さんのリアル誕生日もあり、結構大変な月ですね。いや5月は忙しいですね、うん、でちょっと5月終わったと思ったら僕バースデーなんで、ほんとね俺はねオーパストって鬼畜な店だなって思いますよね確かにそうずっと言ってましたね実質、はいはい、だって周年普通か、うん、僕誕生日90みたいなもんなんですよ。ああ、はいはい、そうだね。でバースデーも、うん、まあ6、7ってやるんですけど、うん、はいはい、どう思います？まあこれを言っちゃうと、ね、そう何も言えなくなっちゃうからこれね、ホストの方は分かるかもしれないですけど、ね、すごいすごい誕生日祝っていただいて、うん、すごく嬉しかったんですけど、はい、まあ、常連様とかもいらっしゃって、うん、僕この感じでシャンパンってもらったのにさらにバースデーの営業もしなきゃいけないんでどういう顔して言えばいいんだろう確かに確かにホストさんはそういうところは嬉しいですよね。そうですね、2回誕生日があるという、それをプロデュースしてるのが武蔵でしょ。おー、違うよ、なるみだよバレてバレて。確かにこの人それ言うとき困ってたからねはだよって言って何回も何回も。確かにね、なるみがさ、うん、あれです、あれですって言うからさじゃあまあいいか、まあまあね、店長だね。まあ確かに確かに、ある意味プロデューサーでしたね。そうそう、裏プロデューサーでしたね。僕30歳です。バルダンいくつなのって。30歳。あ、今年、あ、10月で30です。10月で30歳。バスで11 11月7センチが違う。10 12多分打つと思いますね、僕が。ここ近いんですよね、1ヶ月違いなんで、うん、そうなんです。天秤でしょ。俺天秤。俺天秤、うん、そうそう何の話。あ、知ってるこれなんかさ、昨日教わったんだけど、手のさ、はいはい、人差し指と薬指の高さでさ、はいはい、愛情型かバランス型か自信型3つに分かれるんですって。マロンさんが人差し指の方が長いんだね。そう、で自信型。自信型らしい。このセッチは薬指の方が長いから愛情型。うわぁ、ぽいぽいだからこれ薬指が長いから愛情型。ああ、ほんとだ、自信型。自信型。アスカナンバーワン。やっぱナンバーワン取って伸びてきたんだいや伸びたんじゃない結構だっつって。あ、ごめんなさい愛情型タイプじゃん、どっちかって言ったらマロタでしょ。ねぇ、だからね、違うわけよ、これは。成瀬腹黒そうとか言って、なんで分かったのいや、どう見ても分かるでしょ、これ。もうネットでバレちゃうね。ネットでバレちゃう、バレちゃうでしょ。映像でバレちゃう。映像でね。そうや、いや、でも俺愛情型タイプだから。そうだね、愛情型タイプ。右です。嘘でしょ。いや、右でもほら。あ、そうだ、うん、あ、変わんないか、右でやる、うん、そうそう。はいそれはちょっと言いたかったんですけどねまあね、そんな中でね、なんまあね、今日はね、本当に僕らもテンション上がる3周年しかないんですよ。そうそうそう、はいはい、うん、もう、飲んでるもん俺、5時から、うん、5時からそうそう、何聞きたいですか、皆さん逆に今、結構、3年間にだって結構若手の新しいスタッフが増えて。そうですね、またみんなに紹介したい人がいっぱい増えましたね。一回りぐらい違う。そうですね、俺なんて本当に一つ、あ、もう干支が一緒って子もいますからね、うん、びっくりする、本当に。そうね、いい子入ってるんでね、うん、おじさんをきっかけで来ていただいて。そうね、若い子選ぶのは若い子を選んでもらえると、うん、ちょっとおじさんもヘルプしがいがね、うん、ある。確かに確かに、すごいね、個性豊かな子から、うん、ね、まだホスト初めてなんですっていう初々しい子から、うん、すごいいっぱいいるので、もうね、ぜひぜひ、うん、新しいオーパス、新生オーパスをね、そうですね、見に来てほしいですね、うん、結構変わりましたからね、言っても。おっさんだけずっとやってたらさ、もう、うん、2年後にさ、もう無理か。確かに確かに、もうさ、飲めないでしょ。確かに確かにお茶とかにしますよ、もう。そうそうそうまあね、そんな3年も経てばそうですよ、やっぱり変わったのとか、うん、太ったパロさん、この3年で、うん、あれやっぱ飲んでるからかな、うん、バルタン結構移り変わり激しくない？うん、太ったり痩せたり。そうそうそう、うん、ランニングはね、しないですね、今は。すいません。今はできないですね。バルちゃん、最近買ったでかいもの何って。やっぱナンバーワンになってから買ったでかいもの。
俺ですか、うん、プロテインプロテインプロテイン何プロテインってプロテイン鍛えようかプロテイン買ったのなんかあのお腹いっぱいになるやつなんていうのあれあれ送る前送る送るやつねいやいや飯食えや違う違うなんか一個それ起きないで起きないでなんだよあーサポートそれ飲めばねそうそうそう一食をそうそうそうプロテインってなんか食べて運動したら太っちゃうんですよねそうそうそう飲み続けるとあそうなのこうアップのやつは、うんうん、これダウンのやつダウンはそうっす痩せるなんでそれ飲んでそうそうそうこう一食分抜くみたいな感じ多いっすね俺今日買ってました僕はパンプアップの方あ、うん、体重を痩せなきゃいけないんで、うん、そうなんですバロテインバロテインバロテイ ン、 テイン、うん、ね今日のリスナーは面白くないちょっとねこれ書いた人は面白くない切れてないね今日切れてない、うん今そんな中でね。言ってないってさ。でもね、一生懸命してくね。そうですよ。まあ言っても3人でプロテインねできないと思う。だってあ、7センチできそうじゃん。え、武蔵も絞ってるから一回。何を？プロテイン。あのプロテインの CM ね。あ、ライザップのやつ？うん。ああ。どうなの？痩せた？いや、俺また戻ってきちゃいましたね。早いね。飯食ったら。まあ酒も飲んじゃってるんで。確かに制限されてたものをやっぱ開いちゃうと。そうですね。一気に。あ、でも太りにくくはなったと思います。昔に比べたら。確かに確かに。あとね、まあちょっと関係ないですけど、肛門が痛くてね。ちょっとどういうことですか。なんで。あのね、はい、なぎっていうラーメン屋さん。ああ。はいはいはい。食ったやつ食ったんですよ。何から？俺4だったんですよ。ああ、まだ。5をね、龍馬食ってて。うん、5はやばい。4食ったんですけど。痛くなっちゃったマジやばいあれまあ辛いのはね、うん、もう何したって辛いですよ、うん、俺一切食えないですもん、うん、もうあっ慣せっちゃ大変かもしれないですねそう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 もう知ってます、うん、もう食べた瞬間すぐ唇腫れちゃうんで、うん、元からなの元からです1分前です1分前にこの味いやそうそうそう1分前にねコメント最後これ嫌なんだけどもうねこれで締めたくないなじゃあそんな中でもうねお時間来てしまいましたので、うん、最後告知させていただきたいと思いますですね3周年なので沖縄帰りにお皿を欲しいと、ニコラを見たと言ってくれた方は、もらえるのでぜひぜひ来てください、はい、オーパスでまだまだ授業募集しております。僕の LINE もないんですけど本当に LINE ください待ってますそしてこれから3周年僕ら頑張っていきます。そして皆さんもまた今夜会いましょう。また今夜。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。